ガリレオが、いた時代っていうのを、紹介しましょう。16世紀から、17世紀、1600年代ぐらいの世の中ですね。その当時、キリスト教っていうものが真っ二つに、分かれそうか分かれたかっていうぐらいなんです。で、ルターっていう人やカルバンっていう人が現れて、プロテスタントとカトリック、の二つに分かれて争っていたわけですね。で、そのキリスト教が真っ二つに分かれそうだっていうところで、そのカトリックは、そのカトリック側を、だから、プロテスタントの側に寝返るようなやつがいないように、宗教裁判を強化してたわけです。どっちが元なんですか？元はカトリックです。そっちが元。新しくできたプロテスタントか。そうですね。分裂側がこっちです。確かだから、ネイピアプロテスタントでしたね、確か。ネイピアが確かプロテスタントそうだっですね。た。ネピアは、イギリス、スコットランドの人なので、カルバン派っていう、調べたわけじゃないですけど、多分カルバン派かイギリス国教会のどっちかのプロテスタント、プロテスタントならばどっちかだと思います。で、なので、俺たちの側から向こうに寝返るようなやつがいないように目を光らせて、宗教裁判を厳しくやって、寝返るやつを防ぐ。ね。だから、プロテスタントっていうやつらが別れようとしているのを引き止めるために、結構ぎゅうぎゅうにやってたわけですね。なるで、ほど。実はガリレオ、こっち側の人なんですよ。だって、ローマ教皇と、同級生、同、同、ね、あやと同じだったわけですよね。なので、実は、カトリックは、イタリアが、ローマが中心で、ガリレオ自体も、ローマの人だからカトリック教徒なわけですね。で、このカトリックは、引き締めをしなきゃいけない。我々と反対、我々に逆らうような考えを持ったやつを、ことさらにとっちめて、俺たちに逆らうとこうなるんだっていうことを言いたいわけですよね。見せしめっていうんですけども、その見せしめにするっていうのが、一つガリレオの宗教裁判の一つの、あれですね。だから、宗教改革がなければ、ここまで厳しく、吊るし上げることもなかったんじゃないかなっていうふうに思いまなるす。ほど、じゃタイミング悪かったんですね。タイミングはすごく悪かったですね。プロテスタントとバチバチで、もう一人でもこの中で向こうに寝返ったりとか、俺たちのやり方を、何らかの形で俺らのやり方をもう、批判するようなやつは絶対に許さないっていう、そういう雰囲気がカトリック教会の中にあったんです。なるほたど。だ、笑い話で、歴史笑い話であるあるなんですけど、もう、カトリックの宗教裁判やった裁判官たちも、みんな地球が動いてたっていうことは知ってたんだ、実は知ってたんだっていうような笑い話もあるぐらいです。みんなもう知ってたよって、そのぐらいは。でも、彼らは、奥さんもいれば子供もいるから、もうそういう家族のためには、天動説だって言わなきゃいけなかったのさっていうのが笑い話であるわけですね。さて、じゃあ、この裁判が行われたのが大体1600年ぐらいだとしたら、でも、この天動説や、入るかな？地動説が生まれた、地動説が生まれた、アリストテレスとか、アリスタルコスとか、プトレマイオスってどのぐらいの人かっていうと、アリストテレスが、紀元前350ぐらい、350からぐらいですね。紀元前だからキリスト教とかもないのか、もちろもう全然ないです。この時代はもうない感じ。ん。で、
アリストテレスが全350だし、地動説唱えたアリスタルコス、紀元前の300年ぐらいで、天動説にもう一回戻ったプトレマイオス、ごめんなさい、雑で。プトレマイオスが、まあ200年ぐらいまで、紀元後なんですけど、じゃあ、この人たちの紀元前350年から200年で、ここが1600年ぐらいだとしたら、この1400年間、人々は宇宙に対して研究をしなかったのか、観察をしなかったのかっていうことなんですけど、基本的には、ここの時代のヨーロッパの人たちは、宇宙には関心がなかったです。そうなんです。結構も、今、もやも、もやもやもしてない。なるほど、それどころじゃなかったんだ。そうですね。世の中が混乱していたっていうことと、キリスト教会の教義は、まずイエス・キリストは人間なのか神なのかっていうのを何百年間も議論してました。その次は、じゃあ、神というのは世の中に存在するものなのか、それとも人々の頭の中にだけあるものなのかっていうことを何百年間もずっと考え続けたんです。なので、宇宙のこととかは全然考えてなかったっていうのが多分、まあ全然ではないかもしれないけれども、あまり人々の興味にはなかったんですね。ところがこの時代、新発見がいろいろあり、そしたらガリレオが今まで常識的に捉えられていたことを違うって言ってる人がいるらしいよっていうだけでも相当叩かれているわけですね。で、その後も、結局、カトリック教会は、この宗教裁判の結果を、まあ、認めずに、もう、科学がどんどん進んで、もう、地動説は定説になったのにもかかわらず、カトリック教会だけはずっと認めずに、最終的に、ガリレオ、この裁判は俺たちが間違ってたと。カトリック教会が間違えてた、ガリレオごめんねって言って謝罪したのが1992年です。遅っ。だ外から交がもうないよ、私もう。が何歳？私がもう十いくつ歳ですよね。僕10歳です。何歳だろう自分。計算できないんですけど、17、18ぐらいです。多分小室とかがすごい流行ってた頃ですね。そうです、そうです、そうです。で、そこで、ようやく、ガリレオ、ごめんって、この裁判は間違ってたよって言ったわ遅けでいすので、よ。そういう遅さがありますよね。なので、まあ、キリスト教会は、なので、天動説、地動説っていうのは、やっぱりキリスト教ができる前の話で、なんとなく天動説が、定説としてずっとやってたと。しかも、天動説を認めてしまうと、太陽が中心になっちゃいますよね。太陽が中心って、例えば、キリスト教以外の宗教は、例えばその太陽を神とする確かに。宗教もたくさんあるわけですよアね。ラーとかですよね。太陽そう神話とか。そうです、そうです、なそうです。そうるいほうど。古代の宗教とかは、太陽を神として崇めるような宗教が多いので、太陽が中心だって言ったら、その神と太陽との関係が変わってしまう可能な性るがあっほたわけでど。すね。ですので、この説をなんとなく定説としてやってきて、途中はあんまり興味なくって、で、このプロテスタントとカトリックの対立があったので、この引き締めをするためにガリレオを持ち出したっていう見方もあります。おもろい。で、謝ったのは、最近、小室が流行った時で小す。室のブームとともに、ブームのと小ころ室ブーで。ムに乗じて。そうですね。例えば、ジャンヌ・ダルクとかも、ジャンヌ・ダルクが魔女裁判をして、やっぱり謝ったのが、
1900年代だったりするので、軒並み遅いな。やっぱ6、700年経ってごめんねっていうのがやっぱりそうみたいですね。今さら謝られても、今さら謝られてもって感じなんですけど、なかなか、面白、うん、あ、試験に出るかどうか分かりませんけど、覚えていった方がいいかもしれないです。はい、ということです、はい。はい。ありがとうございました。ありがとうございます。いや、やっぱもう、一気に、こう、なんか交渉になるというかね、厚みが増すね、やっぱね。でも面白い、興味深いですよね、やっぱりね。太陽神の話とかすげえ納得だわ、うん、確かにそうだな、うん、そうですね、太陽が中心っていうだけで、やっぱりどっちかというとそっちにね、やっぱりエジプトの神々とか他の神々神様っていうのはその太陽を中心とした宗教も結構多かったので、うん、そういうことになると別の神を認めてしまうことになるからですね、う